STS-86 は、スペースシャトルアトランティスが、宇宙、ステーションミールを訪れたミッションである。グラスコックピットを含むメンテナンスとアップグレードのため、アトランティスが一時運用を停止する前の最後のミッションである。ウェンディ、ローレンスは、当初はミールに登場するマイケル・ホールと交代する予定だったが、ロシア製のオーラン宇宙服のサイズの制限のため、 バックアップであったデビット・ウルフが交代した。もともとウルフは ST、STS-89 で再度、ミールを訪れ、ミール24の乗組員と交代する予定であった。損傷を受けた、スペクトルモジュール15番滑走路に着陸する、アトランティス STS-71、STS-74、STS-76、STS-79、ST STS-81 に続く7度目のミールとのドッキングのミッションで荷物を運び乗組員の交代を行うためスペースハブダブルモジュールが運ばれた10日間のミッションのうち5日間はアトランティスとミールがドッキングして運用されアメリカ人の滞在を継続させるためホールとウルフの交代が行われたまた宇宙遊泳が行われミール周辺の環境を計測するために STS-76 で、リンダ・ゴドウィンとマイケル・クリフォードによって、ミールのドッキングモジュールに取り付けられた4つのミア・エンバイロメンタル・エフェクツ・ペイロードが回収された。さらに、物資や補給品を輸送し、実験のハードウェア等を地球に持ち帰るため、スペースハブダブルモジュールや検体が運ばれた。このミッションにより、アメリカ人宇宙飛行士のロシア製宇宙ステーションへの 滞在が継続された。ウルフは、ミールに滞在する、連続6人目のアメリカイン宇宙飛行士になり、アメリカ航空宇宙局とロスコスモスの協力事業の一バイトフェーズは、継続された。しかし、フォールと前任のジェリー・リネンジャーは困難に直面し、結果的に NASA に対する強い政治的圧力を、もたらした。アメリカ人乗組員の滞在を、フォールで終了させるか、 それともウルフが引き継ぐかは、ナサ長官のダニエル・ゴールディンにより、STS-86 の打ち上げ前夜に、ようやく決定された。ホールは145日間を宇宙で、そのうち134日間をミール上で過ごして地球に帰還した。930万キロメートルを飛行したと推定され、シャノン・ルシッドの188日間に次ぎ、アメリカ人として、 第2位の滞在期間となった。ホールの滞在中、6月25日に、プログレス補給船がミールのスペクトルモジュールと衝突し、ラジエーター及び4つの太陽電池の1つを損傷した。事故が起こった際、当時ミール船長のアシリー・チブリエフは、プログレスのカプセルを手動で誘導し、ミールを減圧しているところであった。乗組員は損傷した。 スペクトルモジュールに続くハッチを密閉し、残りのモジュールを再加圧した。損傷を受けていない3つの太陽電池に電力ケーブルをつなぐため、チブリエフとフライトエンジニアのアレクサンドル・ラズトキンによる宇宙遊泳が計画されたが、7月13日に行われた健康診断でチブリエフに不正脈が発見された。その後フォールが宇宙遊泳の訓練を始めたが、 訓練の途中で電力ケーブルが外れてしまい、ミールは停電に陥った。7月21日、ミール23の乗組員は宇宙遊泳を行わず、ミール24の乗組員が行うことが発表された。7月30日、NASA はもとフォールと交代することになっていたウェンディ・ローレンスの役割をウルフが務めることを発表した。この変更は、 その後数ヶ月でスペクトルを修理するための船内宇宙遊泳のバックアップメンバーにウルフを当てるためだと考えられた。ローレンスは宇宙遊泳に用いるオーラン宇宙服とサイズが合わなかったため宇宙遊泳の訓練ができなかった。8月7日にミールに到着した後、ミール24の船長アナトリー・ソロフィエフとフライトエンジニアのパーベル・ビノグラードフは8月22日に 減圧したスペクトル内で船内宇宙遊泳を行い、11本の電源ケーブルをスペクトルの太陽電池からスペクトルのハッチにつなぎ直した。宇宙遊泳の間、フォールはミールに取り付けたソユーズのカプセルの中に止まり、地上管制員と宇宙飛行士の通信の中立ちを行った。9月5日、フォールとソロフィエフは6時間の船外宇宙遊泳を行い、 スペクトル外側の損傷の調査とモジュール外角の破損の箇所の調査を行った。損傷を受けていない二つの太陽電池は手動で太陽エネルギーをよりよく集められる方向に調整され、ジェリーリネンジャーにより残されたラジエーターが回収された。アトランティスとミールのドッキングは9月27日3時58分に行われた。 宇宙船のハッチは17時45分に開けられ、ウルフは9月28日12時に正式にミール24のメンバーとなった。同時にホールは STS-86 の乗組員となり、自身の所持品をアトランティスに運んだ。ウルフは7人目で最後のアメリカ人のミール、乗組員として1998年1月に STS-89 でやってきたアンディ・トーマスと、 交代するまでミールに滞在した。アメリカ合衆国とロシアの共同での初の船外宇宙遊泳、またスペースシャトル計画での39回目の宇宙遊泳が、ウラジーミルチトフとスコット・パラジンスキーによって行われた。5時間1分の船外活動を行い、将来の船外活動でスペクトルの損傷による漏れを修理できるように5 5ラムの太陽電池アレイのキャップを ドッキングモジュールに貼り付け、四つの実験装置、ミアエンバイロメンタル f X ペイロ s p を回収し、またシンプリファイドエイドフォーエバレスキュージェットパックの評価を行った。船外活動は10月1日の13時29分に始まり、18時30分に終了した。ドッキングして運用されていた6日間の間に、ミール二十四と s t s 八十六の乗組員は、 約 777kg の水、実験機器、ジャイロダイン、電池、3つの気圧ユニット、高度制御コンピュータ、その他4トン以上の荷物をスペースハブからミールに運んだ。新しい運動制御コンピュータは、ここ数ヶ月の問題を経験してきたコンピュータと置き換えられた。また実験のサンプルや機器、古い酸素発生機をアトランティスに運び、地球に持ち帰った。 10月3日13時28分にドッキング解除し、その後の46分間、ニールの周囲を回って視覚による検査を行った。この操作中、ソロフィエフとビノグラードフは気圧調節バルブを開いてスペクトルを加圧し、もし損傷があれば、漏出やゴミが STS-89 から見えるようにした。飛行中、ウェザービート・ブルームフィールドは、 アトランティスの小さなジェットスラスターを噴射し、ミア・ストラクチュアル・ダイナミクス・エクスペリメントにデータを提供した。このミッションで行われた他の実験には、セルカルチャー・モジュール・エクスペリメント、コズミック・ラディエーション・エフェクツ・アンド・アクティベーション・モニター、ラディエーション・モニタリング・エクスペリメント、3、シャトル・アイネスフェリック・モディフィケーション・ウィズ・プルスと、ローカル・イングゾースト等がある。また、 NASA の2つの教育アウトリーチプログラムも行われた。ありがとうございます。